まあ、G フレーム2段、うんうんうん、まあ、早くもまあ ね、 そうね、1段次の段が出る前ぐらいにさらに次の段で決まるよね、うん、よくシリーズもんだと、うん、まあ1段とほぼセットだよね、あれはね、まあまあまあ、それ2段がね、2段がね、うんうん、そのフリーダムに対してのジャスティスとか、うん、ニューガンダムに対してのサザンだとかね、うんうん、ソゾビをサザビ来るかって感じでさ、うん、ちょっとびっくりしたんだけど、うん、でもそう1段もともと発売された時ってやっぱサザビってあんまり立体化がない、うん、あ、なるほど、うん、1段ってニューガンダム、うん、サザビ、ユニコーン、まあ、ゴールデンメンバーですよ、うん、やっぱ、うん、やっぱ1段であの、うん、軌道に乗せるために結構全力ラインナップが多いけど、うん、でやっぱサザビって1ボックスにその1アソート固定だったんで、確か当たったこともあってね、うん、G フレームってあんまりこうもともとなんつうの、あの注目されてなかったんだけど、うん、でも いざ買ってみるとでかいっつって、うん、で結構こう YouTuber とかもさ、うん、あんまホビー系扱わない人も扱ったりとかしたんだよ、一時期サタビ難民みたいなのあったりとかってして、でやっぱそっから再録もされてないけど、結構なんつうの、再録の要望みたいなの多かったみたいだね、うんうん、なるほど、やっぱニューガンダムに合わせてって感じなんだけど、うん、そうまあね、あの、うん、なんだ、まあ、追加パーツあって、うん、サザビは追加パーツあって、でジャスティスはまあ背中の背負い物があって、うん、他だとまああとリックディアスね、はいはい、うんうん、あれ俺あんまりこう魅力感じる機体じゃないんだけど、うん、でもあれってゼータで言ったら一番確か最初に出てくる機体なんだよ ね、 ね、シャアが乗ってんだと、ね、仲間が乗ってんだって ね、うん、ね、うん、人気ありなんだよリックディアスね、どうなんだろうね、なんか我々世代だけども、それでもちょっとグッと来ない、あ、そう、うん、グッと来ないけども、でも人気あるよね、人気あるよねあれね、うん、本当にシャア専用と、あと量産、うん、量産っていうか、そうそうそう、まあまああの黒いやつだよね、一般のやつ、ね、うん、人気あって、まあ今回やっぱ G フレーム、その、うん、あとあれだ、あの結構ボリュームあるやっぱ来たよね、そうだね、ボリュームあって、うん、背中 のビームピストルみたいな構えてもいいし、うん、あのクレイバズーカ構えて、ね、ビームサーベルもついてるみたいな、ね、かなり遊び応えあるけどね、うん、あれもね、うん、あ、なるほどねっていう感じで、まあ実質ラインナップ3種類だね、うん、色変えでだけど、うん、そうだから結構サザビーも再録じゃん、うん、でリックディアスもまあ、 あのカラー違いでしょ、うん、ってなると、まあ、ジャスティス結構金かかってたりとかすんのかなとか思ったし、うん、あとあのまあそれのその2段がセットってのに加えて、あのオプションね、うんうん、オプションあれと本体がなくて4000ぐらいだっけ、うん、あのフリーダムの翼もちょっともともとその製品版より大きく作られてたりとか、はいはいはい、結構そういうのあるんだ、うん、あのモビルスーツアンサンブルあるじゃない、うん、あれも例えば EX で出たそのダブルオクアンタは通常弾で出たんだけど、うん、ダブルオクアンタフルセイバーってあの MSV の機体が EX で出た時にちょっとその剣が大きく作ってますよとか、はいはいはい、GN シールド大きく作ってますよ、はいはい、ちょっとそのなんていうのか優位性持たせてるのがあって、うん、今回のその G フレームもストフリー、あ、ストフじゃない、フリーダムの翼ちょっと大きく作ってますよとか、はいはい、あとジャスティスのあの背負い物、うん、あれなんかもっとでかかったもんね、うん、あ、乗るんだよねジャスティスがさ、そうだね、そうそう乗ります、通常弾のやつだと多分乗れない全然大きさで、うんあれをオプションのやつだともう乗れる大きさでみたいな、うんうん、そうだったね、ああまあでもそうするしかないよねって感じでね、あとまあビームサーベル、その色ついてるビームサーベルとか、うん、あとあのフリーダムのあの腰のあのレールガンみたいな、うん、あれこう展開したやつついてたりとか、うん、まあちょっと通常弾で出たそのフリーダムとジャスティス遊び倒すためにはちょっと必要だよねって感じだよね、うんうん、あちょっとお金かかるんで本当にねって感じだけど、うん、あまあね、まああれフリーダムの、まあ、それぞれやっぱセット今1300円ぐらい通常だ、うん、フリーダムとジャスティスで、まあ、それぞれ1300にオプション4000でしょ、うん、まあこうなってくるとぶっちゃけさ、うん、それぞれ HG 買った方がいいってなっちゃうんだね、うん、まあ、なっちゃうけどね、うん、なっちゃうんだけど、うん、だから HG だって売ってねえからな今の、そうそうだね、うん、HG も売ってないの、うん、そのもともとは G フレームってニッパーもいらなくて、うん、手軽に組み立てられるからサイズちょっとちっちゃくてもすぐ遊べ、とっかかりやすいっていうのがもう強みだったけど、うん、今は本当にもうプラモの代わりに、うん、なるもんね、なっちゃうないからね、うん。